長男の総理秘書官を厳重注意です。松野官房長官は岸田総理大臣が秘書官を務める長男の翔太郎氏に対し、総理公邸に親族を招いて不適切な写真を撮ったことについて厳重注意したと明らかにしました。これは一部週刊誌報道を受けたもので、松野長官は一連の行動について適切さを欠くものであるとの認識を示しました。その上で翔太郎秘書官に対し、一層の緊張感を持って職務に当たっていただきたいと述べ、更迭は否定しました。